はいどうも皆さんこんにちは。今回は張作霖爆殺事件についてお話ししていきます。当時の中国は大きく2つに分けることができ、北側は張作霖、南側は蒋介石の勢力範囲という状態でした。そんな中、蒋介石が中国を統一すると考えて北へと侵攻を始めます。これに困るのが日本です。なぜなら当時の日本は中国東北部に満州鉄道を持っており、そこを失うわけにはいかなかったからです。これはまずい、放っておくと蒋介石が攻めてくる、そう考えた日本でしたが、蒋介石の北伐は中国の国内問題、露骨に首を突っ込むことはできません。ということで日本は張作霖を支援することで間接的に蒋介石の軍勢を止めようと考えました。そんな時に起きたのが張作霖爆殺事件です。このような流れから考えると、張作霖を殺したのは蒋介石の軍勢のように見えますが、そうではありません。実は張作霖を殺したのは日本の陸軍部隊である関東軍です。一体なぜ関東軍は張作霖を殺したのでしょう。そのことを理解するために少し時間を遡ってお話を始めていきましょう。明治時代に成立した日本の政府は薩摩藩と長州藩が中心となって成立しました。そうなると陸軍も自然と薩摩藩と長州藩の派閥に分かれます。特に勢力が強かったのは長州閥の方で、山形有朋を中心に桂太郎、寺内正武、田中義一と受け継がれています。しかし大正時代の終わり頃になると、長州の人材が切れてしまい、長州閥から可愛がられていた岡山出身の宇垣一成を中心とした宇垣閥へと引き継がれています。これに対抗したのが薩摩藩による薩摩閥で、こちらは大山岩を中心に上原雄作へと受け継がれていました。しかしこちらも薩摩の人材が切れてしまい、同じ九州出身の正木陣三郎を中心に荒木貞雄や林千十郎を抱える九州閥へと引き継がれています。つまりこの頃の陸軍には宇垣閥と九州閥があり、長州閥の流れを組む宇垣閥の方が優勢だったのです。それでは陸軍から視点を広げて当時の日本の状況を見てみましょう。この時の日本は遼東半島を中国から咀嚼して関東州と呼ぶようになっています。この関東州を統治するために日本が設置した機関が関東都督府で、この関東都督府は政治部門の関東庁、軍事部門の関東軍に分かれました。この関東軍が今回の動画では重要な鍵を握っています。さらに視点を世界に広げてみると、第一次世界大戦が起きていました。第一次世界大戦以前の戦争は軍人が戦う戦争でしたが、第一次世界大戦以後の戦争は軍人だけでなく全ての国民が一丸となって戦う、いわば総力戦の戦争となっています。そうなると当然ですが、日本の軍人は危機感を持ちました。戦争の仕方が大きく変わってしまった、これからの時代は総力戦だ、日本も総力戦体制を確立しなければならない、そう考えたのです。こうして日本の未来に危機感を持った当時30代の陸軍軍人たちが中心となり、会合を開くようになります。双葉会です。彼らの多くは試験を突破して陸軍に入ったエリートでしたが、陸軍で強いのは宇垣閥、要職は宇垣閥によって占められているし、人事権も宇垣閥が握っています。いくら双葉会の人々が優秀でも、宇垣閥に気に入られなければ出世できないという状況だったのです。こんな人事は間違っている、古い陸軍を刷新しなければ、そう考えた双葉会は人事改革を目指して九州閥に接近し、宇垣閥に対抗しようとしていきました。危機感を持った軍事エリートは他にもいました。彼らは双葉会を真似して会合を開催するようになります。これが木曜会です。先ほどお話しした双葉会は主に人事問題を研究していたのに対して、木曜会は主に満蒙問題を研究していました。満蒙というのは満州と内蒙古を指した言葉で、地図で確認すると大体この辺りの地名です。当時の日本はここに権益を持っていたし、ソ連に対する戦略的な拠点でもありました。つまり満蒙は日本にとって重要な場所だったのです。しかし当時の中国では日本を排除しようとする運動が激しくなっており、もはや話し合いで何とかなる状態ではありません。こうして木曜会は、話し合いがダメなら武力しかない、満蒙から中国を排除し日本がそこを領有するという考えを持つようになっていきます。さて情勢を整理してみましょう。当時の日本国内には立憲政友会と立憲民政党という2つの大きな政党がいて、この頃満州には関東軍と呼ばれる日本の軍隊が駐屯している状況です。もっと言えば双葉会や木曜会のような陸軍の改革を狙うグループもあります。
このように日本国内には4つの勢力があり、考えの違いが生まれていたのです。最も平和主義的な考えを持っている勢力から順にそれぞれの考え方を見ていきましょう。まず一番平和的な民政党の考え方は、以前の動画でお話しした通り、シデハラ外交からの方針を続けていました。つまり中国の内政には干渉しないという考え方です。次に立憲政友会の考え方は、こちらも以前の動画でお話しした通り、田中外交からの方針を続けていました。つまり頂上より南側については蒋介石の国民政府による統治を認めるが、頂上より北側については日本の権益を維持する、そのために張作霖の勢力を利用するという考え方です。当時の総理大臣は立憲政友会の田中義一なので、これが政府としての見解となっています。そして関東軍の考え方は、そのさらに一歩先を行っており、張作霖を排除して中国東北部を中国から分離し、日本の言うことを聞く新政権の樹立を目指すという考え方をしていました。最後の双葉会や木曜会の考え方は最も強硬的で、あらゆる中国側の権力を武力によって排除し、中国東北部を日本が領有することを目指すという考えを持っていたのです。このように日本国内では意見が分裂しており、それぞれがそれぞれの思惑で動く可能性がありました。一方中国も張作霖と蒋介石に分裂しています。蒋介石の北伐に対して張作霖は北京で待ち構えており、戦う気でいました。これは日本としては困った状況です。もしも国民革命軍と張作霖が戦った結果、張作霖が戦いに負け本拠地の奉天に逃げ込んでくれば、国民革命軍がそれを追撃してくるでしょう。そうすれば日本が守りたいと思っている頂上より北側に戦いが飛び火してしまいます。日本にとってそれだけは避けたい。そう考えた田中内閣は張作霖に、戦わずに奉天に帰ってこいと勧告しました。こうして張作霖は全軍に撤退を命令、北京を脱出して列車で奉天に帰ってきます。しかし北京から奉天に向かう途中で張作霖の乗った列車は爆破されます。瀕死の重傷を負った張作霖はこれが原因で死亡しました。張作霖爆殺事件です。この計画を立てたのは関東軍にいた双葉会のメンバーである河本大作。ついに日本政府の方針から外れた行動を取る軍人が現れ始めたのです。自分の部下に張作霖を殺させた河本は、張作霖を殺したのは日本軍ではない、国民革命軍の仕業だと嘘をつきます。さらにこの混乱に乗じて関東軍を出動させようとしました。この頃には関東軍も張作霖を引きずり下ろして、もっと日本に忠実な新政権を樹立させよう、そうすれば満州を日本の支配下に置けると考えていたため、河本の行動を黙認、関東軍も日本政府の方針から外れた行動を取り始めます。ところが河本大作の作戦はうまくいきませんでした。張作霖が死んだとなると、その後継者は張作霖の息子である張学良ですが、彼は日本の自作自演だという情報を得ると冷静に事態を処理していったので、大きな混乱は起こらなかったのです。こうして混乱に乗じて関東軍を出動させるという河本らの計画は失敗に終わり、関東軍の考えていたような新政権樹立は実現しませんでした。しかも張学良は事態が静まるのを確認したら日本を敵とみなすようになり、国民政府に合流、満州全土に中国国民党の旗を掲げます。こうして中国の全土が国民政府のもとに統一され、日本の立場はさらに困難なものになってしまいました。それどころか日本の自作自演は国際的にも疑惑を持たれます。責任を追及されることを嫌った陸軍は事件を曖昧に葬り去ろうとしていきました。しかし政権を狙う立憲民政党がこれを放っておくはずがありません。民政党はこの事件をもとに田中内閣の責任を追及、これに対して田中内閣は事件は調査中であるとして言い逃れをしていきましたが、日本の国際的信用は低下していく一方です。さすがに言い逃れはできない、そう考えた田中義一は昭和天皇に軍法会議を開いて真相を究明します、犯人を処罰しますと上奏。しかし陸軍は責任を追及されたら大変だと考えて軍法会議開催に強く反対しました。この反対により田中義一は河本大作を軍法会議にかけることはできず、結局退役処分にとどまりました。これを見た昭和天皇は、犯人を軍法会議で処罰すると言ったはずだ、話が違うと厳しく叱責。田中義一が言い訳をしようとしたところ、その必要なしと一蹴します。こうして田中義一は天皇からの信任を失ったとして辞職し、その3ヶ月後に病で死んでしまったのです。さていかがだったでしょうか。
こうして満州における関東軍の計画は失敗しました。それどころか反動として中国は統一され、満州の権益を拡大しようとする日本の政策はさらに困難となっていきます。そんな中で国内では立憲政友会の田中義一内閣が総辞職。そうなると次は立憲民政党に政権が回ってきます。ということで次の動画では浜口おさち内閣についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。